はい、これどうぞ。わっか、この瞬間が一番好き。いらっしゃいませ。あ、クルスさん女連れ初めてなんだけど。 BL スキップ。このカフェでバイトを始めてもう半年、必ず水曜日にシフトを入れるようにしている。そろそろ来るかな。理由は単純で。いらっしゃいませ。あ、クルスさんいらっしゃい。いや、水曜日には高確率でクルスさんが店に来るからだ。アイスカフェラテテイクアウトで。ん、あれ今日食ってかねえんすか。あ、うん、ちょっと昼休み直前に仕事が舞い込んできてね。マジっすか。今日はこれが昼飯だよ。大変じゃん。何か食って。クルスさんは近くの会社の社員さんで、俺がまだ仕事に慣れてない頃オーダーミスをやらかしてしまった。そのお詫びのつもりでカップに絵を描いたらめちゃくちゃ喜んでくれて、それからはこうしてメッセージを書いてる。そんなお仕事頑張ってるクルスさんには、はい、これどうぞ。わっか、この瞬間が一番好き。は、かわいいね。すぐ取り繕われちまうけど、多分クルスさんは可愛いものが好きだ。でもそれを隠そうとしてる。ありがとう、これで午後も頑張れそうだ。そんでもって隠せてると思ってる。いやー、まあ反応でバレバレなんだけど。 Thank you。 クッキュー、お仕事頑張ってね。うさたん、また来てね。1週間後。いらっしゃいませ。あ、クルスさん女連れ初めてなんだけど。え、何、どういうこと、彼女いんの。アイスカフェラテと君は。あ、キャラメルマキアートお願いします。会計は一緒で。テイクアウトっすか。うん、テイクアウトで。ああ、それで、もしよかったらなんだけど、彼女のカップに絵を描いてあげてもらえないだろうか。え、うん、え、主任のカップにとても可愛いクマさんの絵が描かれてるの見つけちゃって、いいなって言ったら連れてきてくれたんです。ほぼ脅しだったんだけどね。なんです。恋人っすか。え、違う違う違う、ただの会社の部下だよ。純粋にクマちゃん目的です。だそうです。彼女もよくここに通ってるみたいなんだけど、カップに絵を描いてもらったことがないっていうから、忙しい時間帯だったんじゃないかって言ったらね、なんかこんな流れに押し切られなっただけで。そうっすか。でもあれは俺からクルスさんへの愛のメッセージだから、同じのは書けねえっすよ。え、だからお姉さんはこれで我慢して。ごめんな。うん、お、うん、聞き間違いだよな。主任側のカップの絵をこっそり写真に撮って保存してるのはご存知ですか。佐伯くん、ま、嬉しい。ま、です。すみません主任、私どうしてもクマちゃんの絵を描いてもらいたいんです。気持ちはわからんでもない。お姉さん、これでいい。クマちゃん、君も手のひら返し早すぎない。また主任の情報を仕入れておくので次もお願いします。マジっすか、やった。自分の個人情報が取引のネタにされている現場を目撃する日が来ようとは。あー、そう、風間くん、俺の情報だけ君に筒抜けなのフェアじゃないんじゃない。へー、でもクルスさんは俺のことなんてそんな知りたくないんじゃねえの。よし、かけた。知りたいよ。君が俺のこと知りたいって気持ちと多分同じで、俺も君を知りたい。BL スキップ。 BL スキップは胸キュンだけを集めたボーンムービーのボーイズラブレーベルです。今回の動画お楽しみいただけましたか。胸キュンしたら高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう応援お願いします。